皆さんこんにちは、ジュコンです。ということで今回もユーフィットボール2024最新情報からいろいろ紹介していきましょう。まずはフェスティブシーズンキャンペーンが早速始まるようです。では細かく内容を見ていきます。抽選契約プレゼント、今日から4日とか3日おきにそれぞれのチケットがもらえるんですけど、抽選契約券、インテルとミランのトレーラーに出ていたやつですかね、そちらのハイライトがね、それぞれ順番にチケットもらえるんで引いていきましょう。1月11日までログインすればそれぞれもらえるみたいです。さらにスペシャルログインプレゼントはまだそれだけにとどまりません。12月31日15時という微妙な時間からなんとエピックの無料券が配布されるということで、それぞれ2枚ずつなんでこれは4枚もらえるってことか。なかなかいいんじゃございませんでしょうか。年末が非常に楽しみですね。さらにスペシャルログインボーナス、7回ログインすると200コインと72万 GP というね、微妙な単位のね GP ももらえます。これは12月14日から1月11日まで長。さあまだまだあります。特別ツアーイベント、今回増量しているようです。6000ポイントまで食べましょう。4万トレーナー、25万 GP。さらに特別チャレンジイベントはレジェンドが来るみたいですね。スーパースターレジェンドに挑戦。そしてペナルティーキックのイベントもあるようです。もう皆さんね、毎日 PK 練習してますからね、簡単です。そしてアンリミテッドが11月28日から、そしてゴールデンゴールが1月4日から、それぞれ1週間ごとにイベント内容が変わるみたいなんでチェックしてください。そしてキャンペーンアチーブメント、100コインだったりスキトレももらえますね。12万のトレーナーに24万の GP。 そして特別デザインのユニフォーム配信、こちらですね。これがパックの欄に出てきてるみたいなので、フェスティブ23、このユニフォームがね欲しいという方はチェックしてみてください。多分500コインします。さあそれだけじゃなくてコインセールの方もやってきています。期間は来年1月11日まで、まあ1ヶ月弱ぐらい。今回の対象は3つのものが来ていて、ちょっとお得になってます。これちょっと家庭用の画面なんで、アプリのね金額とちょっと変わるかもしれませんので、ぜひチェックしておいてください。基本的にこの3つみたいな形だと思います。この期間にまあ課金するのであれば、特に美課金の方とかはね、しっかりこの辺も買っておくといいんじゃないでしょうか。さらにゲームズストア、少し前に紹介したサイトあったと思うんですけど、そちらでコインセールもやってるそうです。ぜひこちらも一度しかねできないみたいですね。チェックしておきましょう。あと公式 X では、なんかコープのツイートをすると5万コインが10名に当たるっていうね、そういうイベントもねやってるっぽいんで参加してみてください。さあここから俊介、中村選手、ビッグタイムとしてはこの2名になってますね。100人ボックス。そしてですね、なんと配布された B 固定中村俊介プレーメーカー横浜 FC 版があるということで、これ皆さんもらえてますからね、ぜひチェックしてほしいんですけど、ブースタープレイキックプラスに決定力、プレスキック、カーブキック力のパラメーター上昇。さあ上限36ですね。まあこんな感じかな。もう3つの項目に重点的に振りました。ドリブル10上げ、クイックネス12上げ、脚力13上げ。スピード瞬発がどうしても初期からまあ60代とかなんで、結構上げてあげないと苦しいかな。まあ、J リーグイベントで基本は使うと思うんですけど、まあ、それならなんとか戦えなくないでしょう。プレイメーカーなので OMF で無印で使えるんで、まあ、そこが一番のベストポジかな。まあ、逆足がやや低なんですね、頻度。まあ、精度は高いんですけど、ちょっと右で蹴りたい時に不便かなとは思ってしまいます。まあ、B 固定という J リーグでねバリバリ使えるこの B 固定は安泰です。攻撃性能はかなり高くて、まあ、得点力ちょっと振り切れないんですけど、その他の部分セットプレー含めてかなり完成度は上がってきてますし、まあ、今回ブースターがフリーキック系なんで、そこのねプラスの恩恵も入ると。 e フットボールハーブではこの無料中村俊介だけブースター効果がねちょっとついてないみたいなんで、ぜひここはねチェックしておいてください。キック力は96ぐらいまで伸びますから、かなり強くはなってます。バンバンミドルシュートとか狙っていけそう。スキルも結構揃えられてますし、まあ、何個かスキル追加してあげればかなり完成度上がるんじゃないでしょうか。ただこの後紹介する中村俊介の方が圧倒的に強いは強いです。さあではここからガチャの2人紹介していきます。まずはこちら、白百合の中村俊介、2013年の8月17日ヨーロッパから帰ってきた時のシーズンとかかな、 MVP 取った時。さあ今回のブースターがトータルパッケージプラス3ということで、はい、なんかよくわからん書き方してますけど、全能力です。ゴールキーパーも上がるっぽいんで、まあ、その辺も必要なのか分かりませんが、しっかりと上昇。そして効果を発揮する条件、ここにも書かれているんですけど、まあ、今回のトータルパッケージ J リーグの選手が対象になっていて、今回は J1 なんですけど、まあ、今後 J2 もアップデートで対象になってくるっぽいですね。J リーグの選手13人まで入れておくとプラス1上昇、19人まで入れると2上昇、20人以上入れると3上昇という最大効果を生むことができます。
そんな中村俊輔選手強くない？普通に強いんですけど、スピードもしっかりと85ぐらいにはねまとめられて、キック力は102、スタミナ96の圧倒的数値を誇りながら、ボルコン、パス、決定力っていうのも大台に乗せられて、セットプレーの数値しっかり90以上、まあ、これプラス3の20人以上入れた状態での能力になるんで、すごい能力はね強くはなってますけど、まあ、人数をそんなに正直ガチ塚で入れるっていう方いないと思うんで、基本的にはこれここからマイナス3イメージですよね。で J リーグのイベントならプラス3の今の効果発揮できますから、まあ、J リーグイベントではねバリバリレギュラー張れるでしょう。この J リーグの効果っていうのはなかなかピンポイントに持ってきましたね。J リーグ効果発動すればガチ性能なんですけど、まあ、J リーグ効果をガチスカでなかなか発揮できない仕様にはなってますから、必須級とはならないんでしょうね。 J リーグイベント楽しめるのは楽しめます。スキルはこんな感じ。ワンタッチシュートとか何個か追加してあげれば完成度は高まりますし、その辺は言うことなし。一応 CMF でチャンスメーカーを消せる、そんな選択を取ることもできます。さあ過去との比較、レジェンダリー圧勝です。そして今回ビッグタイム超えですかね、まあ、プラス3効果乗ればみたいなところではありますけどね、プラス3なければ、まあ、足元は高いんですけどねみたいな感じか。そして同じ J リーグ組で言うと、このように中村俊輔も出てますが、まあ、これよりはねかなり強いです。まあ、J リーグのイベントで使えるからプラス3効果も発揮されるし、まあ、めっちゃ強いですね。前回のブースターもありますが、まあ、どっちかの中村俊輔でいいなら前回ナンバー10ですし、今回の強みっていうのはかなりましたかな。そして2列目からの飛び出し、若い頃の俊輔選手、1998年11月14日の試合から今回2列目になっていて、今回もトータルパッケージプラス3、先ほど言った通り全ての能力が上昇、ただし条件があって J1 リーグ20人以上で最大効果ってなってますね。能力はこんな感じ。パスはちょっとでいいかなということで2位で、決定力も意外と高いよね。88まで伸びてきてますし、そんなところに振らずに、まあ、足元や取りとかスピード瞬発とか、まあ、その辺を中心に振ったような方、強くないか。普通にレギュラー、 J リーグでプラス3効果乗ればねガチスカでしょう。 J リーグの、ただし J リーグ効果がないって考えるとプラス3ではないし、まあ、1人2人 J リーグの選手をわざわざ入れてプラス1効果発動したとって、まあ、そこそこかな。ちょっとライバルが多いですからね。プラス3効果でキック力は102まで、スピード瞬発も90弱ありますし、足元の完成度非常に高いですね。パス能力、決定力88、セットプレーの数値、カーブは96まで、まあ、やっぱり逆足やや低なのでそこがちょっと気になりますけど、2列目からの今回はバージョンになっていて、 CMF、OMF2 つのポジション発動ポジです。攻撃的な捨て頃 OMF とかで使ってあげれば守備面の不安も少ないし、輝けそうな能力なんですけど、まあ、逆足やや低で、まあ、2列目とはいえタイプがちょっとメッシ風なんで、まあ、そこが気になるかな。今回スキル1周がついてるみたいですね。さっき紹介した白ユニバージョンよりもかなりレベルは高いのかな。何個かスキル追加してあげてさらに高めましょう。さあ過去のものとる比較、まずはレジェンダリー、まあ、能力自体は圧倒ですね。ブースタープラス3効果で圧倒って感じかな。それがないとね。そしてビッグタイム、まあ、守備面とかね能力がすごい下がってますけど、プラス3効果も働けば、まあ、これに上回ってくるでしょう。そして J リーグ同士の比較、まあ、今回は J リーグで使えばプラス3効果乗るので、まあ、今回の強みっていうのはよりましたかなと思います。基本は乗り換えたいね。プレーメーカーと2列目でその辺の違いなんかも出てます。そしてナンバー10の日本代表版、まあ、日本代表版はナンバー10なので、まあ、そこ考慮に入れたら今回の方が強そうだけどね、まあ、俊介どっちかでいいよっていう方は今回かな。そして今回の最強のガチャ2人の俊介の比較、まあ、こんな感じになります。まあ、できる範囲とプレイスタイル、スキルの違いは書いておきます。能力自体は右の方が強そうなんだけど、ただスピード瞬発とか決定力を意識するのであれば左も強いし、オフェンスセンスの12の違いはかなり大きいかなと思います。ちょっと寄せようか。寄せるとこんな感じかな。まあ、守備面はねさすがに迫れないですけど、やっぱ左の方が強みはありそうだけど、その辺はお好みで。どちらもプラス3効果、最大効果は生まれるんで、まあ、その辺をどう判断するのか、どの辺を武器にするのか、その辺が大事になってくると思います。さあということでね、俊介何人目でしょうか。かなり出てきました。とりあえず1体持っておきたいという方はね、このガチャ引いて強いバージョンをね手にしてもいいんじゃないでしょうか。 J リーグイベントでバリバリ活躍、いろんなガチャ来てますので順番に紹介していきます。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。今回以上です。ではまた。